イラ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 、もうわかんない、やめた、もうやめた。1分で教えて。ジジイに聞け。本当にするために研究開発を続けております。皆さん水素というとクリーンなエネルギーという印象を持ちだと思います。水素がクリーンであるためには、その製造過程において化石資源などを使わず、温室効果ガスである二酸化炭素を排出しない、これが非常に重要になります。ですので水素を作る原料としては水から作ります。その水素を作るエネルギー源としては原子力、すなわち高温ガス炉を用います。高温ガス炉の900度の熱エネルギー、これを用いまして硫酸分解反応という化学反応を動かしまして水素を製造する方法、熱化学 IS プロセス法というものを研究開発しております。その硫酸 IS プロセス、硫酸に溶けない機器の開発、これが非常に開発の要となっております。現在我々はご覧いただいている試験施設、この硫酸に溶けない機器の開発をする段階まで、研究開発が進捗しております。この試験設備を用いまして安定的な水素製造、機器の信頼性の研究開発を行っております。